あ、元気な人、元気な人いない。すごい、すごい、すごい、若い。2018年の目標は、私今年厄年なんですよ。そうか、翻訳。そうだよね。そう、だから悪いことが起きないように笑顔で頑張っていきたいと思います。いいですね、厄年なんだね。そうです。そっか、怖いね。怖い、大丈夫よ、厄年を吹き飛ばすぐらいに。確かに、そうそう、そうだね、いいこときっとある、逆にね。でもさ、あれじゃん、おみくじ引いた時大吉だったじゃん。そうだ、そうだ、そうだ、そうだった。なんて書いてあったか覚えてる？あ、なんか家？家？家が引っ越さない方がいいって書いてあった。なるほどね、なるほどね。今の場所が大吉って書いてあった。おお、なるほど、いいじゃん、よかったね。じゃあその家をね、買ってくれたお父さんとお母さんに感謝をしながら2019年頑張ってください。はい、頑張ります。いいね、ありがとう。どうぞどうぞ飲んできてください。じゃあ次行ってください、ね。はい、続かせていただいて、はい、今年の目標か、今年、うん、厄年で言うと私は舞役なんですよね。嘘、もうそんな順番回ってくるの？ちょっと待ってよ、すぐだよ、待った。舞役なんですよ。舞役なの？そうなの、今年。でみんながイメージしてる舞役とはもう一個上の舞役ですからね。え、どういうこと？なんかあるの、種類が？あ、舞役？どういうこと？あ、それが戻ってくる。2つ目のやつ。あ、2回目の、2回目の前役が来た。ごめん、今ね、ジョーク言ってないけど。あ、ごめんごめんごめん、ジョーク言ったの。だから前役ってさ、皆さんどうしました？何かした？何もしてない。どう、みんなは？ソーダ神社、そうだね、ソーダ神社でもラブ青春の神様の PV を撮らせていただいたので。そうだね、そうだね。じゃあソーダ神社行こうかな。そうだよ、うん、行ってくる。行ってらっしゃる。はい、そんな目標です。はい、また私ですか。ですね、2019年は、はい、こうなんか自分のできることをなんかもっと、うん、なんだろう、 PR じゃない、こうみんなの前に出していきたいなと思うんです。え、なんかね、絵上手だからね、こと書いてないでしょ。だから例えば、そう、絵とか、あの、大道具、小道具とか、そう、今まで作ったものを並べて固定やろうかな。いいじゃん。まみちゃん、ちなみにここって本当にいろんな展示会やったりしてるの？あ、使えます、私も。だから、でももっとみんなすごいものをいっぱい作ってるね。すごいもの？すごい量があるの。あ、量？そう、だから結構まみちゃんの場合は1個作ったら何メートルか開けてもう1個。いや、またそれ用にじゃあ作る。あ、そうだね、うん、あ、ちょっとパーソナリティの力でちょっと開いてください。ここ、うん、いや、それは局長の力で。あ、局長。今年もよろしくお願いします。なんか絵とか描きたいですね。ね、絵ほんとうまいんですよ。いや、そうかな、分かんないけど、絵とかあとなんか作りたい。あの、作るのも上手なんですよ。紙粘土とかであーちゃんとか。え、私？なんで？やめてよ、二等身とかやめてよ。あの、こう、彫刻彫刻刀であーちゃんとか。彫刻刀、彫らないで、彫らないで。もう、全部になるからいいけど。とかやりたいな。はい、いいね。じゃあ、今年の目標マッタンは？なんかこう、個性をね、うん、こう、アピールして、個性を見出す。あー、いい、大事、大事。はい、いいですね、はい、じゃあ頑張ってください、はい、そして、私、あーちゃんはですね、あの、今年中に叶うかどうかわからないんですけど、はい、見つけたんですよ。何ですか？あの、情報新聞撮ってる方どのぐらいいますか？あ、じゃあ読売新聞撮ってる方いますか？あ、いるんですね。私、情報新聞が多分行きやすいと思うんですけど、あの、よく連載ってあるじゃないですか、コラムじゃないけど。あー、ありますね、群馬の偉人みたいな。そう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 、よく押してますよ、この人みたいな。だから、なんかその情報新聞のコラムっていうんですか、そういうのに乗りたいです。あー、素晴らしい。ファンの人からメンバー笑わせて。確かに読売新聞ではね、今は読売新聞なんですけど、でも、あの、それはこ、なんて言うんだろう、パーソナリティとしてみたいな。あとね、パーソナリティもそうだし、赤木団もそうだし、両方混ざった。なるほど。そうそう、磯姫役としてなんか乗れたらなって。ありますよね、そういうのね、うん、そう、あ、いいですね、うん、ね、いい目標。楽しみにしてます。楽しみにしててください、はい、何ですかこの空気は。イエーイ、やっぱその夢やめます。何ですか、いいじゃないですかね。はい、いい夢で、今まで誰もなったことないわけと。なんかそうすれば見てる人も多いから、うん、なんかもっともっと赤木団も広められる。